にちは、川ポンです。今日は立教大学の経済学部を受験予定の皆様に現在の英検のスコアのアンケートをお願いしました。1日で約240件もの回答をいただきました。ありがとうございました。今回は1回でも経済学部を受験する人が対象になります。2400以上のハイスコアの方が 23% でした。経営学部のこの数値はちょうど 30% でしたので、ハイスコアの受験生は経済学部の方が少なめになりますね。また2200点台以上の方が過半数近くの 42% でした。ちなみに経営学部のこの数字は 32% でした。ぜひ参考にしてください。では次に2022年度に実際に受験した皆様からいただいた経済学部の得点開示の情報になります。以前に紹介した動画と同じ内容をそのまま流しますね。まだご覧になっていない方はぜひ見てください。では一旦さようなら。こんにちは、川ポンです。今日は2022年度立教大学の経済学部の皆様にいただいた得点開示の情報をご紹介します。本当にたくさんのデータありがとうございました。他教科の得点率については日程ごとまたは科目ごとに難易度が異なりますので、一律の基準ではないことはご了承ください。まずは経済学科から見ていきましょう。 A さんは英検2366点で出願されています。他教科は 64% 得点された様子ですが、見事2回目の発表で合格されています。おそらく他教科の難易度が高く平均も低かったのではないかと思います。 C さんは英検2176点、共通テスト180点で出願されています。おそらく共通テストのスコアが採用されたと思います。2回受験されていますが、他教科の得点率で合否が分かれた形になりますね。 G さんと D さんは3回目の発表で合格されています。かなり合格最低ラインに近く参考になる数字ですね。英検のスコアが2300を下回っても経済学部は可能性が十分にあるということだと思います。 H さんは A さんの得点状況と非常に似ておりますが、A さんは合格、H さんは2回とも不合格になっています。A さんの選択科目は世界史、H さんの選択科目は日本史になりますので、その難易度の違いが関係しているのかと思います。次に会計ファイナンス学科を見てみましょう。B さんは英検のスコア2221点とそこまで高くありませんが、他教科 76% で2回目の発表で合格されています。 C さんも英検共通テストともにそこまで高い点数ではありませんが、他教科 78% と 75% で3回目の発表を勝ち取られています。ここも合格ギリギリラインに近い数値になりますので、かなり参考になりますね。最後に経済政策学科です。 A さんと B さんは安定の得点率で合格となっています。 C さんは他教科がもう一歩でした。 G さんもあと一歩という印象です。 E さんは英検のハイスコアが功を奏し1回目の合格です。 F さんが英検2895、他教科 72% で2回目発表の合格ですね。この数字も英検が低くても合格ができるという希望のある数字です。それでは今日は以上になります。ありがとうございました。